とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備を使っていきたいと思います。これですね、不気味なボーディアンです。263だけども、黄金が霊気3なんだよね。まあ、60% だよね。敵の動きを遅くします。使えるかどうかはわかりませんけども、使ってみようと思います。エンチャントはポーションバリアのタンブルビークールダウン。まあ、理想的でしょう。で、武器も、この前出ました呪いの斧ですね。黄金にリフレッシュ3。で、追い打ちの、アンチャンティングか虚無。まあ、虚無で行くか。で、こっちをシナジーですね。まあ、跳ねぴょんしながら戦ってみましょう。どんな感じになるんでしょうか。それでは行きますね。普通の矢に変わるやつですね。で、モブ速度が、速いんだけども、ああ、なるほどね。霊気で、霊気って何秒に1回 ?2 秒ぐらい?あんまり発動しないんだったら、いらないかなと思うんだけども、発動の回数次第だよね。おいおい。敵が霊気持ってるのか。敵の霊気と一緒でさ、そのフィールドに入ったら、もう常に効果が発揮されるんだったらいいんだよね。これ自分たちの霊気弱いんだよね。何秒かに1回、この霊気を発するってやつなんで、ちょっとね、敵のやつとはわけが違うんだよね。よし、よし、OK。いや、しかし、ちょっと待って、アーティファクトシナジー強いけど、忙しいな。めちゃくちゃ忙しいぞ。こんな感じだからね。じゃないと火力が出ないんで、そうか。攻撃力120万の、1.8 倍か。だから、ダイナモでも全然良さそうね。ちょっとアーティファクトシナジーは今度、変えようかな。ちょっと、忙しくてやりにくい。強いっちゃ強いんだろうけども、今度ダイナモにでも変えましょうかね。多分こっち側にキャプテンが2、3体いてくれるかな。多めにいてくれれば嬉しい。これアンチャンティングを入れて、あえて強化させてから倒すっていうのも、いやーダメだな。ダメージは与えれるけど、こっちも相当食らうから、いやダメだ。戦略としては、よろしくないね。いや、忙しい。攻撃が忙しいよ。略奪者に変わる。キャプテン少ないね。今回ちょっと6体いないかもしれません。ここはいるんじゃない?いるいる。ちょっと待って。偉い奴らがいる。まずこいつら倒してから。オッケー。いや。これは嫌だな。先にはどうだ?いるかな?7。プレイヤー HP 40% 減少。ここはいないっすね。戻りまーす。んで、強制戦闘か。40% 減少だから、251と同じぐらいの HP になるわけね。まあまあまあ、いいじゃないですか。全然余裕。で、これ、霊気の範囲が、結構狭いね。霊気の範囲狭いわ。でもなんかね、これ敵がつけてる霊気と違うってちょっとずるいな。まあ変更なんかもそうだよね。敵のは 100% 跳ね返してくるけど、こっちは 100% じゃないからね。それと一緒だわ。敵と同じやつついてくんないかな。まあもしくはもう敵がね、こんな弱くなってもいいよ。敵の霊気は結構凶悪だもんね。いた。
どこだ。ちょっと待って、火傷が欲しいから、まずは火傷を倒す。 OK、 ザコ倒したね。頼むから、あれは来るな。ナイトモードは、ナイトモードじゃなければ、まあまあまあやっていけるから。どうだ、出た。もうなんか宣言したみたいになったじゃん。ちょっと待って、 HP が下がった状態でのナイトモードは結構きついよ。敵が結構えぐい。いやマジか。 OKOK、 あのね、指がきつい。うん、このシナジーを入れてるから、この動きをねずっとしなきゃいけないんで、指がきつい。あー、でももういなかったな。うん、脅威があと2体欲しかったところですけども、まあいいや、とりあえず倒しましょう。これね、意外と霊気は役に立つ時がある。うん、意外と立つ時がありますね。多分なかったらば、もっと敵がねわんさか自分に速攻で近づいてくるんだけども、意外と遅くなるやつがいて、戦いやすい場面も多かった。うん、なので一応この装備はありだね。うん、一応あり。見た目もね可愛いし、使っていける、まあまあ一戦級の装備になるんじゃない。うん、これはなかなか良かったよ。やっぱタンブルビーとかもいいしね。タンブルビーは本当に使える。こいつがいるだけで、よし、見た目がだいぶ違うぞ。よし、 OK、 しゃー、まだ、あ、倒したよね。はい、ということで、ナイトモード来ましたけども、クリアできました。それでは報酬です。報酬はアーティファクトですね。なんだ、え、どうだったっけ。いや確か弱いやつしか持ってなかった気がする。うん、255の炎の矢筒は当たりじゃない。まあまあ剣はまあいらないんだけども、どうだっけ。あ、251、炎の矢筒は強くなりましたね。22万だったのが26万5000。ああ、結構攻撃力上がりますね。うん、できれば256が良かったんだけども、まあ仕方ない。うん、強いのが出てきてくれて良かったです。はい、ということで今日はですね、新しく出てきました、これ不気味なゴーディアンですね。まあ、季節装備だけども、ウィザーアーマーと同じ性能のやつ、使ってみました。霊気が入ってもまあ OK です。うん、できればそこがね、アーティファクトシナジーとか、あとデスバーターの方が、いいかなとも思うんだけども、でも霊気でも全然いい感じでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。